皆さんこんにちは。今回はお札リンゴパンを作ります。さつまいもとリンゴのパンです。動画を見てくださる方の中にはまたリンゴかと思う方もいるかと思いますが、すいません。リンゴ好きなもので。今回のパンはいろいろ作業が多く手間がかかります。ですので分量を分けて掲載します。最初に出ていたのが生地の分量です。まずは生地練りですが材料をつくねていきます。時間は10分ほど練りました。硬さは普通です。生地を練ったら一次発酵です。30度で60分発酵させます。一次発酵中にさつまいもとリンゴのプレザーブとカスタードクリームを作ります。まずはさつまいもを一口大にカットしていきます。切り方は適当です。カットできたらアク抜きに水につけておきます。ある程度つけたら水気を切って耐熱ボウルに入れます。耐熱ボウルに入れたら砂糖を大さじ2杯と水を入れて加熱します。600で2分加熱後攪拌し、再度2分加熱します。次はリンゴに取り掛かります。リンゴもさつまいもと同じくらいの大きさにカットします。この時皮は剥いてください。カットし終わったら耐熱ボウルに入れます。砂糖とレモン汁を入れて加熱します。600で2分30秒加熱してください。次はカスタードクリームを作ります。卵黄に砂糖を加えたら攪拌しておきます。混ぜ終わったら次は薄力粉を入れてさらに混ぜていきます。さらっと混ぜたら牛乳を入れてしっかりと混ぜていきます。この時数回に分けて牛乳を入れていってください。しっかりと混ぜられたら500で1分30秒加熱します。その後一度取り出しかき混ぜたら再度加熱します。今度は500で1分です。その後急冷してください。ここまでできたら次は生地の方をやります。今回は生地の切り分けはなく丸め直してベンチタイムに入ってください。時間は15分です。ベンチタイムが終わったら生地の成形です。40クム15クムくらいまで生地を伸ばしていきます。生地が伸ばせたら先ほど作ったカスタードを中央に塗ってください。生地を丸めたりするのであまり端っこには塗らないようにしてください。次はシナモンを適量振りかけます。これはお好みですが多く振らない方がいいです。次はさつまいものシロップ煮を乗せていきます。これも中心の方に乗せてください。その次はリンゴです。順番はどっちが先でも問題ありませんが、中央に置くことだけは忘れないようにしてください。具材を乗せたら手前から生地を丸めていきます。巻き方は海苔巻きやロールケーキの要領です。中身がこぼれないようにしっかり巻き込んでください。巻き終わったらしっかりと閉じめてください。巻き終わったら12等分にカットしていきます。カットした生地は2個ずつアルミケースにセットします。セットできたら二次発酵です。35度で60分発酵させてください。粉砂糖に煮汁を入れてアイシングを作ります。硬さは動画くらいを目処にしてください。あまり柔らかいと塗るとき大変です。二次発酵が終わったら焼成です。180度で20分焼いてください。20分焼けたら一度取り出し、先ほど作ったアイシングを塗って再度焼きに入ります。次は200度で2分焼きます。無事焼き上がりました。いつもならこれで終わりですがこのパンはまだ最後の仕上げがあります。仕上げにアプリコットジャムを煮汁で伸ばしたものを表面に塗ってやっと完成です。今回のパンはパン以外の部分に手間が多くかかるので説明が細かくわかりにくい感じになってしまいました。申し訳ありません。